愛媛県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止島で定数は3。1986年5月、選挙区の一部が、愛媛県第3区に変更された。現在は、愛媛1区と愛媛2区の大部分に分かれている。 1986年、公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数409,075人。 投票率 65.、65.47%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、38万8604人。投票率 78.、78.80%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、37万2294人。 投票率 74.、74.54%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、42万5167人。投票率 58.、58.65%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、40万6413人。投票率 70.、70.85%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数40万1168人、投票率59.57%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数38万5078人、投票率78.31%第33回衆議院議員。 総選挙12月10日執行当日有権者数35万8929人投票率77.37%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数33万3246人投票率81.67%第31回衆議院議員 総選挙1月29日執行当日有権者数300624人投票率79.76%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数288,101人投票率79.49%第29回衆議院議員 総選挙11月20日執行当日有権者数275,868万人投票率79.36%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数266,605万人投票率84.60%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行 当日有権者数、25万2590人、投票率 76.、76.88%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、24万1521人、投票率 74.、74.83%。第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数。 246,569人、投票率 79.、79.02%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数 22, 34、2234人投票率 79.、79.47%、第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、213,336人、 投票率70.03%ありがとうございます。